に。さあ、今夜も始まりました。マゲゲーム実況。やったかい。嬉しい。よかったね、よかったね。また結構嬉しい。これ出たくてさ。そんな、これ。これ、マゲゲーム実況出たくて。これで頑張って。これでグラバト頑張ってもらった。そう、これ出ないから、劇場頑張って。そう、で、スタッフさんに直談判出させてください。あれそうなんや。あ、そう。いや、これ出とかないと。いやよかったよ。いやだってもう最初のグランプリとかでね一緒やった。いやほんまや。覚えてます。覚えてるよ。あの時間違って、はい、間違って俺と間違って劇場上がってきたの時やろ。ほら田原リオンと間違って 今受けた方やね。毎回言われてるよ。拍手笑い。いやほんまにリオンさんが拍手笑い。ダメだよ。ダメだよ。拍手笑い。あ田原今あったやん。あるあるちゃん。後輩のええへへ今日あったかいなって今日あるぜってなる。間違いじゃないでしょ。間違いじゃない。俺のパクリやからだって。いや四十中同期でフリップ芸人であるあるやってるって、はあ、ほんで35期でフリップ芸人であるあるやってるっていう面白いピン芸人がいるらしいっていう噂が、はい、多分な満劇の当時の支配人の耳に入って、はい、ほんでなんか間違いで山口武史がかけるグランプリ行っちゃってんな、はい、この子かって、はい、間違って上げてしまって、はい、な、はい、ほんでちょっとしてから、はい、その俺が、はい、チャレンジバトルで、はいはいはい、出てきて、はい、その時に、はい、あれこっちやった、ダサラリオンやった、あ、はい、こっちの方がってなって俺が入って山口が落ちて、だからこいつ正式にパクリ。受けた方やね。終わり終わり。これ終わりだね。今失敗したぞ。お今日なんか最先いいぞ。いいぞ。本日のマゲゲーム実況はここまで。全て終わらせること、ここまで。ありがとうございました。ということで本日のゲストは山口武さんと田澤リオさんです。なんてボケのピンやもんな。嬉しい。ピンだ。来た来た。確かにお客さんからしたら違い分かれへんもんな。まあ、分かるでしょ。当時なんか違い分からんよ。お客さんからしてお客さんからしたら分からんよ。分からないっすね。分かるよ。分かんない。本当に分かれへんわ。実際問題だってもっとネットとかで僕が R1 でそのフリップやってた頃、はい、粗品と一緒やんみたいな。ピン芸人でフリップやってたら粗品さんと一緒って言われるぐらいなんからやから、はいはいはい、こんなんほんまにもう一緒だ。ぴったり一緒。ぴったり一緒。全く一緒。そんなわけあるか。でももう神から逃げつつあるでしょ。逃げたって言わんといて。新しい道やんな。これ神を神から神を進化させて。神進化させただけ。違う。神媒体のままやから。神進化させてんのは山田さんです。そう、俺や。そうそう。じゃあお前はフリップのまま。いやこれは同期やな。マジ神がちょっと褒めたい。同期やな。めっちゃ同期やな。おまかするな。言い合ってるのまかじゃないって。めっちゃおかしいもんだって。めっちゃええわ。あんまり人と喧嘩することないですからね、僕は。出かかることは。でもそのお二人でずっとなんかライブやってませんでした。ずっとやってた。一年間やってたよ。すみませんこんなやつ連れてきて。そういうライブを11回やったのかな。まあ、丸1年月1でやってて。ってましたね。ほんで、最後の最後、まあ、毎回お客さんが20人ずっとやって、はい、最後の11回で12回目に、はい、あの当時のマネージャーに、うん、あの来月もすいませんこのやつ連れてきて打ちたいんですけどって言ったら、はい、あのもういいでしょって言ったら、そんなマネージャーよ、そんな切ないでしょ。言わないでくれよ。頑張ってやってんねんけど、次は頑張りましょうってよかったのに。そうやな。すごいじゃない。もういいでしょって言われて、もういいでしょ、もういいよってないもんだって。ほんでやっぱ困ったことに僕もグーの音も正論すぎて、もういいですね。いやいいやんか別に。なんでお芸人がライブって、もういいでしょ。売り込めよな。売り込むのかお前らさ、考えてくるよね。そう、何も言えなかった。もういいですってなりましたもん。めっちゃいいでしょ。ごめん、ほらほら、もうどうせ20人しかない。ごめん、ごめんな。そんなことないのにさ。あー、おもろいな。そんなことない。そんなことない。そんなことない。たまりましたんで。あ、すごいですよ。視聴者が20人です。おー、お前その時のやないか。爆笑ちゃん、この前や。爆笑ちゃん、当時のエピソードだから。当時のエピソード。それもええってなって、お気付け頼んでくれてる人たちや。俺ら前座ろか。あの時の20人です。あの時の20人やわ。もうゲームもうええでしょ。ちょっと暗なったな。ゲームちょっと暗なってんけど、モニターって暗なったよ。
いやいや、お二人ゲームはどうなんですか。確かにでもあんましないね。全然しないね。そうなんです。初めてでしょ、ゲーム実況。初めて、初めて。それは僕2回目です。あ、2回目。何で？え、R1 優勝して初めて、あのヒューマンさんとマキシとピン芸人の会に呼んでもらって。あー、土曜日。あ、はいはい。だからもう R1 優勝せな出れへん。ほら、価値ある。そうやろ。お前さ、ありがたく思うよ、お前。いや、俺は頼み込んだって言ってんね、今俺は。普通に例えば炎とか出てますからね。生きにくいやつやってるようなやつに。いや、あんなやつは出てますから。出てんねや。はい、そうそうね。そう、普段あんまりゲームね、ゲームやらないから楽しみ。やることめっちゃ好きって。めっちゃやりたい、だから。さっきも一人でそのスイカゲームやってたんですけど、その珍しいスイカゲームをね、ジョイコン2個持ちでこうやって。姿勢はしないやん、父さんや。楽な姿勢、父さんや。あんなん、こんなんやってやるじゃん。知らんて。こうやってやるで。かわいいな。人、このね、コパーテーションパーって覗いてみたら、山田さんの一人で。テレ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 。一生懸命や、こっちも。テレビできた時みたいな。みんな正座して。モニター見ると緊張するやん、だってそれは。まあ、そうか、ネタでもこんなん使わないですもん。使うから、フリップゲームだったらそれはもう俺も。フリップゲームとかない。大きい花札とかみんなで大きいフリップ花札だったら、いいよ、俺もこんなんできるけど。違う違う。モニター緊張感で全部フリップなわけですね。ということで、今日はこのメンバーでマリオパーティー。やったー。これ、あ、でも、パーティー、64のマリオパーティーはやってました。やってた。それはもうちょっとやってた。気もするし、戦闘もするし。これはその時のマリオパーティーのあのゲームも入ってるんですよ。なるほどね。そう、歴代のが入ってる。すごいな。そんな歴代のしかしエリスグリが入ってる。そう。そのさ、俺が1回目出たピン芸人の回の、はい、時のゲームもマリオパーティーやったんですよ。まあ、そう。なんかピン芸人やっぱ一人ぼっちやからパーティーやったことないと思う。パーティー誘ってあげるっていう。やったことあるで。別にないでしょ。俺一人やから一人プレイなゲームしかやったことないですから。今30歳。30歳でしたっけ。年末のカウントダウンとか30年間一人でしょ。まあ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 、無気を引いてそうやけど。友達少ないで有名やけど俺。いや、だからちょっとパーティーをね。パーティーやったらこうやって友達を作るんだよって。ああ、分かってる、分かりました。そうそう、こうやったらコンビ組めるんだよ。これ大事やな。これ大事や。これはもっと早くにやっとけばコンビ組めたんだよ。コンビ組み方教えてくれよ。マリオパーティーやったんかい。めっちゃええやん。大変な。いやー、ということで、はい、じゃあやっていきましょう。うわ、すごい。どれします。どうしようか、パーティー。今の説明書き読まんでいいの。いや、もう、説明書き。あ、そうなん、説明書き。説明書きフリップすぎますって。一個一個なんか伏線ないん。パーティーしますか。あれやらへんの、あの一人でできるさ、あのスティックぐるぐるぐるって回してヘイホーが飛んでいく。あ、ありますよ、ありますよ。あれやろうや。え、それだけそうやらじゃん。ピンポイント。いっぱいあるんや、これ。そんなピンポイントか。じゃあミニゲームやりましょうか。じゃあミニゲームいっぱいやりましょう。もう、いや、楽しいよ、もう。これが慣れへんのよ、このコントローラー。あ、まあ、これ横持ちね。これはちょっと確かに小さいですね。小さいな。確かにコメントで、え、机ちっちゃって。確かにちっちゃって。確かにな。あ、机が。じゃあ俺らは確かにもうちょっと大きいのにフリップ置いてるけど。そうだね。あ、ゲストでもうこれ、あ、ゲストにいや、多分その、まあこの二人やったらこれでええか。スクイも舐められてる。このサイズ。身分を表して、身分のサイズ。こういうことよね。え、なんなんですか。なんか見取り図さんとか来たらこんな手ぶりなの。いや、そう。丸テーブルやな。もう最後の晩餐みたいな。金色の。そう。はい。俺らの時だけこれ。これっす。ええ。グラグラグラの。グラグラの。もうなんかもう。キャスターだって転がせるようになる。いつでも履けれるように。頑張ろ。キャラを選んでいただいて。ロゼッタ、ロゼッタとか俺らの時おらんかったもん。いや、最初いないですね。全然おらんよ、こんな。誰？ロゼッタってどういう関係性の人？うわ、マリオの、まあちょっとその、まあソフレ、ソフレみたいな。え？何売れなっちゃう？それ何や、それ今は。ソフレ、今ソフレっていうのか。その説明からいるけど。ソフレがまずわからない。マリオソフレさん。何のくんのかわからない。ロゼッタは全然知らん。マリオギャラクシー。 Wii で多分。そうそうそう、初登場してるぐらい。ロゼッタとチコで。ワリオ誰ですか。ワリオ伊藤さん。珍しい。じゃあドンキ取られて。あ、ワリオわかるわ。ドンキは山田さん。俺ドンキ。あ、よしもね。じゃあ俺悪い字の帽子のマークってどういう意味。あれ L 逆になる。鍵カッコじゃないの。エロ逆にして、あれ鍵カッコ。なんで閉じるやついないんですか。鍵カッコみたいだね。いや、俺らのネタや。俺らのネタや。
ロゼッタ、ロゼッタ、ロゼッタ、珍しい、珍しい4人これぞ珍しい4人やから誰か選んでよ、これ会話ゼロちゃいます来ます、確かに船に全員よくやった、船の上でも会話ゼロ、珍しいなちょっとじゃあすごいすごい、うわじゃあちょっとこのコインバトルっていう、はい、ちょっとミニゲームを何個かやりながら、あ、ありがとう、コインを競うやつをね、はい、ウォーミングアップでね、ウォーミングアップで15いきます、まあ初やもんな、はい、初めてやります、いっぱいあるんじゃん、15いきましょう、やった15いっぱいやりましょう、このミニゲーム勝てば、うん、コインこう順位に応じたコインがもらえて、なるほど、最終的にコイン持ってるやつが多いやつが勝ちます、なるほど、分かりやすい、逆転もあります、逆転もはい、でどのミニゲームやりたいかはこう投票多数、うわ俺あんな難しい発掘発掘、これなんかマニュバーで笑うんす、64のやつね、これ好きやで、俺これ絵上手いし、これ何、どういうこと、どういうこと、選んでますね、で選んでその中がランダム、そうみんなこれやりたい、えうっそ俺だけ違うやった、これ何、これはあのはい、もう謎っていうだけスティックで謎、あーなるほど、わかりやすい、ちょっと軽練習です、これはあー軽練習、これ軽練習で、あんま左から行く人おらんのちゃう、僕左利きです、あ、そうなんや、そうなんや、サスポはい、かっこよく言い直してくれてありがとうございます、はずはらピーン、あ、待って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 、あ、オッケーオッケー、あ、待って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 、で、これはいかに、じゃあこれ今やったらもんないやん、え、まあまあ、まあそうっすけどね、いや、準備できたらこの、プラス、マイナスを押します、はい、あ、やばよし、これ100出ないっすよ、100確かにな、しゃあ100出たらマジすごいっすよ、喋りながらできるもん、あ、待ってあ、待って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 、あ、待って、ちょ、待たね、そう、待てないっすよ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 、ちょっとドンキ邪魔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 じゃあドンキ自分でしょ、でかいわでかいわこれ完璧だ、あ、待てない、あ、お前は俺の PC や、下ひどいって、下、右下がひどいわ、オッケーオッケー、まあ綺麗すぎても味ないけどな、いや、そのことないゲームはそんなんよ、しよしよし、うっそ、どこが悪かった、これできそうなんか思われんな、これなあ、これできそうなんか思われん、ちょ、滑舌悪くてできそうなんか思われん、よし、ゼロポイント、ボーリングとか、ボーリングとかのやつとかと一緒やん、できそうなんか思われん、これまだ3つ、あ、これ懐かしいな、これ懐かしいやつやな、ぷかぷかアイランド、ワンのやつですね、懐かしいな、出た、これ何、これはもうただただ島にいてください、オッケー、そう揺れたりするんで、弾が飛んでくるからジャンプだけあります、あ、待って、相手落としたりもできるの、これ、いや、ね、踏んで、うん、こう、なんか動く、筋肉く刺すわ、あ、ほんで、この弾に当たっても動きが止まるんか、そうっすね、これ今やったもんないな、オッケーっすね、何やねん、あ、リハでやりたくない、ダメ、いや、ええやんけ、別にお題知りたくない、お題知りたくない、よっしゃ、逆に踏んじゃったらピョンって飛んでいくことありますか、そう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 、跳ねてね、あ、待って待って待って、だからね、逆にね、そうそう、落下点みたいな、おお、怖い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 、もちろん、あー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 やっぱり分からへんね、でも2や、嬉しい、これここ早々にちょっと確かにな、ね、あんな連発で来んのや、よっしゃ、3個、これは1位とか2位とか関係なくて、もう取ったコインそのままもらえます、わあ、めっちゃいいや、ね、そうだから、いかに何枚も全部知らんわ、これこれは結構面白いです、6の時だったよ、ね、お宝フィッシング、あ、お宝フィッシング、うわ難しい、あ、やりた、えぇ、あ、おこちパラソル、おこちパラソルかい、知らんや、おこちパラソル、なんか、もっこすラーメンみたいですね、いやいや、出したい出したい、出したい、パラソル開く、閉じる、パラソルを、まあ、開いてたら上に上がるし、閉じたら下がるんで、これリオン、これ何やったっけ、これん、分かった、ルール、こっちパラソル、ちょっと待って、これ今やったら思んないやつじゃない、いや、あの、ほんまに分かれへんわ確認しときたい、財布みたいなのもあるやん、財布というこの財布のところもあるやん、小銭袋あるやん、小銭袋がでかい、そう、オッケーオッケー、これ誰がこれも落とすの、うん、いいでしょ、やってみたら分かるやつな、もう分かったよ、これ邪魔もできるか、あ、待って待って、俺落ちたくないって、そんな邪魔はないかな、あ、オッケー、あ、こっちだ、あ、やばいやばい、あ、やばい、あ、やばい、こんなんさ、正直、あ、待って、うまい可能性がある、あと、やめて、あの、絶対に待つことはないから、
待つ、あの待って待って言うときに、あ、そう、あの待つことはないから、ちょっと、うわ、ちょっとぐらいは、うわ、ちょっと山竹さん邪魔やな確かにロゼットが邪魔なんやけど、ロゼット邪魔やな、これ走った、ちょっと待って左、左めっちゃ、うわ、やばい、うわ、待って、うわ、やばい、やば、あらかせげ、俺小銭袋めっちゃ取ったもん、でかいからかな、よし、マラソン落としてる、いやいやいや、喜んでるだけやねん、あれは残りがとかないから、これはやばい、いや、だいぶ離されたな、これやばいやばいやばい、ほらすごいな、すごっ、これビギナーズラックってやつ、いやですね、現在トップって言ってくれてるやん、俺最下位よ、ほんまや、メズ、うわ、あ、これ言ったやつ、あれ、まあ、これ、マーセツ、まあ、ぐるぐるではないと思う、スティック、確か、本当、これでしたよね、確か、ボタンでやるやつ、なるな、よし、あ、うわ、なにこれ、鉄球でガッハッハや、おもろそうやな、これもう、鉄球避けるだけです、鉄球は増えますもんね、で、ジャンプなし、オッケー、あ、これだけ、鉄球どんどん増える、できそうなんがおもろいねんな、これ、じゃあ何が言うんですか、じゃあみんな分かってんねん、ボーリングとかダーツとか、あ、どうぞ、ボタン押してください、そうやつおったよな、はい、はい、はい、お前のスタート、スタートボタン、あれ、一回で渡ったろ、オッケー、もちろん、何やったっけ、あ、俺ドンキークラッシュバンディングと一緒や、なんでクラッシュバンディング基準、ちょっとだったの、マリオもそうでしょ、クラッシュバンディングと一緒、ここが、ここ安全地帯よ、もうそのぐらいだしたの、え、ほんま、わ、クリア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 、これ泣きそうだよ、何が来るの、いやー、何が、うわー、ちょっと待って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 、いやー、危ない、危ない、お前、使えんなって、俺が逃げたいところ、使えんなって、お前ジャンプ立つわ、お前ずっと邪魔やな、お前がジャンプとかせんよ、お前ずっと邪魔やな、もうそれはなんかゲームごとにも聞こえるよ、何年ぐらいからずっと邪魔やな、お前うっとうしきな、お前としてもずっと邪魔、ずっと邪魔、腹立つわ、こいつ邪魔してまうねん、邪魔してまうねん、やっぱり、あ、これは今ビリーっていうのでドンキーが一人で、そっか3人、1対3、あ、俺一人、あ、1対3ですか、なるほど、これはもう悪いけど、でもまあこれしようかな、じゃ あこれは我々3人がライトを3人一緒に当てて、ほうほう、握る王様をこう、あ、ね、山崎さんが1人です、あ、山崎さん、はい、あ、山崎さんは逃げて、で、右ボタン押して潜れるんで、あ、長押しで、ところでまだいけるんやな、そうで僕らに隠れてこう、ここで顔を出すみたいな、オッケー、で俺らは空いてる、空いてる時にライトで全員で当てる、で俺らは3人重ならない、重ならないと捕まえれないです、 RGB がレッド、グリーン、ブルーね、あのね、光の三原色ね、これ絶好調っす、出口はやろ、言うてまうんや、よっしゃ、オッケー、あ、これなんかいいやん、さっさと捕まえよう、さっさと捕まえよう、ほら、泳がしたのも変えそうだし ねあ、どこどこ、泡見て、泡見て、泡見て、はーい、あー、待って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 、どうよ、俺まだこのゲームのおもろさ分かってない、まあ、どうせ負けるんやったらもう、ね、もう早めに負けとこうよ、ちゃんとゴリラぐらいの知能知能がよし、知能って言うなよでもこれでいい勝負だった、なってますよ、あ、ほんまでもうほぼ並んでる、みんなが、うわ、すごいやん、いろいろキノコや、あ、いろいろキノコね、これが懐かしい、なんでちょっとちゃうやつやろ、え、なんでみんな逆人間やちょっとなんでみんな一緒のやつやわ、しゃあないやん、人間やの、懐かしいなってあるでしょ、ないって、さっき言うてよ、じゃあこれはあのキノピオが出したからに行くってだけです、で、ヒップドロップでペチャンコにされて動けやん、その間、え、俺もう溺れてるやん、だからもう他落ちちゃうんでね、あ、落ちてるところ、落ちないところに行きゃいい、上げた旗、はい、キノピオ右上の旗上げるから、あ、なるほど、 その色だから一発目は緑、これはね、踏まれても、でも、大止まるだけか、うん、そうで、ヒップドロップさんがちょっと止まりますよ、これほんま、でも踏むのがね、あんま、ちょっと待って、ちょっと待って、踏むのがケチと考えるわ、イカが連れてくの、ゴリラをイカが連れてくの、これでゴリラを連れてくの、そうか、そら捕食されたで、おい最初やったらそうなるか、食物連鎖もちろん、たまらんわ、え、イカがゴリラを連れてくの、そこだけが一番楽したことないよ、そうやな、ゲームやったことなさすぎて、こいつ何でも楽しいやん、こいつめっちゃ長持ちや、しかもみんな長持ちや、長持ち、長いけど早してよ、よし、生まない、よし、なんなん、早いで、黄色いで、あ、分かった、これちょっと遅れていくんや、よし見てたら勝ち方分かった、ほら先に緑行かずに、ちょっと遅れて、ほらちょっと遅れてたら、あ、怖い、
ちょっと遅れていくね。これ見といてみ、見といてみ、ヨッシーの動き見といてみ、ね、ちょっと遅れていくやろ。ちょっとほんで俺は別にイカに連れていかれんかったんけどさ。あーうまいね。イカが連れてくのや。イカ連れてくの注目せんか。イカ連れて行った。誰も見てないで。イカが連れてくの黄金だ。捕食されたそうか、そんな見方があったか。おじさんすぎる。しんどいわもうこれ。あ、これはかけてね。なになに総取り良くないよ、かけて。あ、ドンキ選べますよ。賭博オッケー。なんかこれさっきやりたいって言ってたよな。はい、連敗対抗レース。ここぐらいだったっけ。40個やった。いや多分ね、こうやったと思います。同時か。同時か。右と下のところを同時に。はい、同時。同時連打。同時。同時連打って珍しいな、これ。で、押せば押すほど平方が伸びていくから。なるほどな。その距離を競う感じ。同時得意な友達おった。え、バーはいました。10番がめっちゃ得意でした。こい、どうやってやるの。え、俺今何しよった。みんな聞いてない。結構いました、ね。俺もうちょっとやったんじゃんこれ。いやもうちょっとやったと思うで。もう一回やりた。さすが最初言い出しってだけある。バクチ負けたんやこれ。バクチ。バクチって。あでもこれ得意や。そう、これでね。コイン総取りゲームみたいな。これは俺も全部知らんな。これこの知らんとかあるの。これこの2つこの実況でやったことないんじゃん。どれどれどれ。この右2つ。右2つ。もうこれマジで18回ぐらいやってるけど。初めて見た。なんだ。見たことないわ。オアシスでコイン。何これ。波避けながらコイン飛ぶんかな。あ、リモートじゃん。なよ。あ、溶け。なんでなんで。あ、だんだんなってますね。あ、だからほんま自由にコインを拾うだけや。ですね。でもパックおるからみたいな。ジャマーとかしにくいから。これチーム戦。いや、これもうまた個人食われたな誰か今。え、バーサスってなってますって。あれ、ほんまほんまや。2-2ほんまや。誰よ誰ですか。あ、俺、リオさん、リオさん一緒っす、俺。ほら、いつものメンバーや。はい、いつものメンバーなんだよ。何がメンバーないよ。いつものメンバーや、なんで言いやすいねん。早くスタート押せや、お前。俺に言わせんな。たまたま言わせんと。確かにな。俺に言わせんな。あ、決めてみた。怖い怖い怖い。ちょっとその、別れましょう。同じとこ行ってもあれやから。確かに。え、俺は不祥事か。あ、なるほど。え、俺はチームやから、同じ分です。取ったら同じ分。じゃあ俺左。俺左。俺、チームでよくないっすか。じゃあ、ドンキー今の間に全部取っといて。はい。あ、食われたね。やり口をこれ大正解かもしれへん。ほんま。ちょっとその向こうがアホだったのかもしれない。違う。オッケー、分かった。伊藤さん分かりました。僕ヨッシーの邪魔しますわ。オッケー、そうしといて。そしたら逆ってことですもんね。そしたら逆。相手が取らなかったら僕たちが。あ、ダメだ、ごめん。リバウンドして。何口？まあ。ごめん。ああ、待って、俺耐えられた。全然足引っ張ってろ。めっちゃいい勝負。めっちゃいい勝負か。確かにあんなアホとか言われてたのに。なんか圧勝してる感じは多分。何してんの。え、なんで。あ、え、ちょ、全員、え、なんこれグロ全員、え素直らしいの。後味悪い。最悪なの。終わり勝ったのに後味。てみんなに入る。なるほどね。終わり方みたいな。え、ちょっと待って、俺リオンより倍違うんや。お前やろ、すごいな、急に。お前、リオンを俺はじゃあ、もう潰しに行かなきゃ。ネタの強さの話。こいつ。こいつ、ほんま。お前、一回だけやで優勝したの。それすごい。それすごい。一回だけですよ。その一回がすごいから、その一回しかね。許可なく、一回だけやね。これはここで連打、右で連打して、鉄球が来た時に、ステップした。あ、でも俺食べられてるから、リハできんかったわ。よっしゃ、行きましょう。下で潜るね。ここです。連打ね。右です。連打みんな強かったもんな。確かにみんな連打強いっすね。うわ、ミスった。サッカーミスった。お前優勝した1回だけやねん。その1回がすごいねん。うわー、みんな早いな。
ミスター、ミスター、うわー、こいつ大丈夫なこの時々食べて。ほら、うるさいわ。邪魔すんな。邪魔すんな。じゃ俺これぐらい今やる。俺らまだまだバトルとかあるね。俺今できること喋ることだけ。よっしゃー。うわー、くそー。お前もな。おもんな。よっしゃー。これ3位もポイント入りますね。あ、まあ多分入ると思います。でもちょっとだけ2ポイントぐらいちゃうか。ワリオむずい。ワリオむっちゃ悲しそう。ワリオむずいやったな。めっちゃ悲しい。あ、2コインもらったよ。よっしゃー。俺これオサム負けてるの見たことないわ、あのゲーム。あれね、なんか恥ずかしますね。あ、ロゼッタが1人ピンってこと。はい、俺を選ぶんだ。どれが、あ、どれやろ。左もいけそうやけどな。うん、俺真ん中知らんわ。真ん中のやつはね、絶対逃げ切れる気すんねんな。じゃあ左かな。ゴーロイはゴーロだし、行きましょう。ニオも潰そう、まず、ほら、俺らがね、登るんすよ。あ、なるほど。ほんで、待て待て、岩を落とす方向を岩を。そう、で、俺らの誰か一人でも行きゃいいんだよ、これ。板が本番やったらよかったのに。うわー、板が本番。そんなペタンコなの。今が本番だよ。ちょっと待ってよ、まだ俺点滅中やったら。これ本番じゃない、本番じゃない、本番じゃない。点滅中に潰されるの。はい、オッケー。はい、オッケー。悔しい。あ、わかった。お前、俺潰したやろ、結構。結構どうせもう僕が音になりますんで。あ、ドンキやねん。いや、そうっすね。お前見たら、お前見たら。あ、潰れた。じゃじゃ、なんでバウンドするこいつ。勝手に潰れていってくれんねんからさ、いつも。ほら、お前まだ俺ばっか狙ってるやん。よっしゃ、俺ばっか狙ってるやん。ほら、マジでドンキしか見てない。お前、俺ばっかドンキしか見てない。マジで山崎しか見てなかったよ。まあ、勝ちですね。勝ち勝ち、オッケーオッケー。よしよしよし。切ない的にな。ちょっとピン芸人。そんなつもりはなかったけど。それなかったんですけど、やっぱり俺ずっと点滅してたよ。よっしゃ、20回よしよしよし。あ、今ワリオが1位ね。70点か。70点って、まあ70点です、ね、70コインか、はい、オッケーオッケー。え、やば、ちょっと待って、もうあと4ゲームしかないんか。ほんまや。でも全然挽回できる。早いもんね。ほんまですか。全然できる。ほらもう、あー、これ知ってる。そう、穴に入ってる。穴に入っていって、おほほほほ。一番最後まで残ってるのか。どんどん早なってくるね。これ丸のところに丸が黒いじゃない。え、何言うてるの。俺今、あ、関係ない。もう次のページを見とかな。マジで攻略法分かったかも。あ、今の攻略法じゃない。攻略法とかある？今めっちゃすごいの見つけました。寄せな寄せな寄せな。なるほどね。ちょ、みんなヨッシーの近く危ないからね。こいつ寄せてくる。ほら寄せてくるから。攻略法分かった。ほんま？攻略法とかある？ここやん。ほらここやん。ってここやん。見て、絶対俺もう負ける、負けないこれ。あー、なるほど。言うてること分かる。どういうこと？ここやん。あ、ほんまほんま。どういうこと？これに、ここやん。ほら、ほら、手前のここやん。マジ、マジやん。何、何言ってるの？いや、あのね、本のめくりのあの根っこのとこでしょ。おう、そうそう、一番奥まで行ったら、もう行ったら、もう絶対。どういうこと？どういうこと？マジやん。あ、やばいやばいやばい。危ない。あー、なるほどな。マジやん。これも奥まで行った。あ、待って、誰が押した今。絶対黄色か緑や。最悪や。押さえ、押されたって。あ、それほんまや。あ、ほら、乗せられていってんな。人の手柄でよ、生き残りやがって。もう早なってるで。ちゃんと読めよ。読んでな。早い。うわ、え、待って、前の。うわ、やばいやばい。マニアは楽しい。いやいやいや、おじちゃん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 、なんか誰かおじちゃん、親戚のおじちゃん、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 これなんなん。いや、ワリオパーツ、スイッチのワリオパーツです。これスイッチって言います。これペットボトルって言います。これペットボトル、なんでこれだけ知らんの。なんでスイッチしてこれだけ知らんの。ペットボトルは知らんかったね。噂には聞いてた。噂、分別せなあかんって噂は聞いて。コンビニ行くだけでめっちゃ楽しいでしょ。確かにな。おもろそう。今見てただけでもめっちゃ面白いですよ。ちょっとじゃあ、いや、俺あかんの。俺苦手やん。え、なんの。あ、ほんまにおじちゃんやん。うん。あ、孫たちにやらせてくれる。あ、ほんまですか。え、見るだけ。犯人側ってな。これ何？これ。ジャンの戦い。食べられたよ。いい、どこ、いつ刺されるんですか。今これ仕事中ですよ。全部変。仕事中です。仕事中。仕事中。勝手にやってると思う。勝手にやってると思う。勝手にやってて、勝手にやったらこんな声払う。コマンダーでの吉井さんとドクターマリオやってて。この感じでね。これなんか受け継がれていってる。こんなでっかいモニター小さい子。
これはもう伊藤さんのめっちゃおもろそうやったのはなんかあれクリアしていくのじゃなくていやそうです、まあ、でもほんまにどん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 これ何枚いけるかみたいなこれ全然移動できへんやんこれあのこの動きに流れにちょっと合わせてください流れ通りにいったらいいなん変な移動でしょ流れ通りで巻き込まれへんかったら OK 流れと逆にいったら小銭袋もあるからねはいそうそうそうどういうこと伊藤さんが真ん中で砂をこう、ま、巻いて僕らを落としてくるんですよ真ん中にいつもみたいに親ってことあ、そうそうそう普段やってないいつもみたいに、ね、で僕ら吸い込まれないようになんかこうスティックとかうまいこと言ってねあ、なるほどで、取りこぼしたやつは俺に全部こういうことだそう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 取りこぼしたら絶対甘いやんずるこれ流れに乗ったら生き残る足だほやえ、なんでみんな死んでるのちょっと待ってちょっと多分山崎さん来い、ここに取ってここにここにここいんでちょ待って待って待って今おもろなちょっとおもろな今なんだおもろなえ、これ今なんの時間今なんの時間これ今なんの時間ウイニングラッシュ今なんの時間だったんだよ今めっちゃおもんだろ今めっちゃおもんめっちゃおもんな今なんおもんな最後の時間何正直さ、何も理解せんまま終わってんねん俺そうですよね僕ら全員そうですあ、そうやった全員理解してるこれは格別おもんなゲームですカズワの中でもゲームやいろんなゲームが何百種類も簡単なやつ、めちゃくちゃありますおもろそうあ、これ簡単に2倍ですよマリア強家族でやったら絶対楽しいやんあ、マリオパーティーないや、めっちゃ面白いですよ、やっぱりマリオパーティー6番とか強そうそれあ新しいやつこれでも言うて2年ぐらい2年ぐらい前最近強さんまた出てるってことええ、これが多分最新作出たこれは L と R 交互にちょっと A 塩梅で多分押した方がそして、全然進まないんで最初小刻みの方がいいそうそうほんで、人参メーターがなくなったらフワーってなるんで人参メーターって可愛いなだからそのいいねオッケー、もう分かったオッケーで、スピードアップみたいなのあるんで赤い時に取ったらビヨンっていくけど青の時に取ったらこう来るなるほど、分かりやすい説明だあ、タイミングがあるんですかタイミングでわぁ、俺いけるかもいや、まあ練習なんで、もう話してますパーティー言ってんのに何回も何回も何回も押さないと漢字がピン芸に合わないですよピン芸に合わないまとめんな確かにな確かにってないねあまたずれたつここらやったらやまたずれたつこ音が音がやろ誰か音ずらしてるおもろそうこれは何で押してるの LR でこれ LR ですあ、だめだめだめ何したあ、いける今や絶対今ほらなんの？なんの？もんもって言ってた。うわあだるい。なんの？このタイミングでとああだるい。よしよしよし止まられへん。ドンキーが取った。ドンキーやばいドンキーやばいやばいやばい。ドンキー誰？ドンキー僕です。そうこれ。あえなんでなんこれ今これでも無敵状態ってこと？まあそう今。人数が減らんみたいな。いやこれマリオ。これ全然。あやいけいけ。わあ。まあよし。追い上げてくれる追い上げてきたよ。僕です僕です。今や。逃げ。関係あるで悔しい虹なんか関係ないこのタイミングで冷めてんなん一番楽しかった振り向かずつらかったっけ曲がり角をすぐ曲がってた全然競馬好きちゃおっちゃううわーおもろいわオッケーオッケーオッケーこれボーナスコインで落ちたもうヨッシー取られたあもうあと2ラウンドしかないよちょっと待ってやばいややっぱ冬やしな冬やから回ってスノーボードちゃうそうしね初めて全員がおっほんまや冬やしコンビ組めそうやんああ徐々にいけないけない一人だけやったもんな今ので組み込みボタンね連続でこうこのボタンをここのボタンをあそっちのボタンをねスティックじゃなくてここのボタンを順番に押してこれ前の俺なんかめっちゃいったっけ前がしっかり前がやばかった笑っちゃうぐらいめちゃくちゃおもろかった前があれ清一回やってもいい清川雄二がめっちゃうまかったやつやいやそうなのあそのピン芸人でやった時やらんで大丈夫はい多分大丈夫ですこういうのうまいねやっぱりどういうのって先いや、でも、これ順番やから順番か、あ、オッケーまず収めるあ、お水飲もうこれは右どっち前でもいいんすよねお前、どうやってやってんのうんうわ、くそうわ、くそ世界記録やこれ、右からでもいいんだ誰か写真撮ってんのとおっしゃー全然やろオリンピックやんあれ時めっちゃ重かっためっちゃ重かったでん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 いけるいけるもっといけるもっといけるあ、危ない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 急にやめるところやったよやめせこれなごめんごめんあ、いいですよあ、もうダメだ絶対ダメだあ、しけたまあまあまあ、女子の部
よし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 だけにゃ。いや違いますよ。もう優しいで今のも優しいで無視やもんな、こっちは当たり前と思いなや感謝しや今の、しや今のよし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 だけにゃ、ね、これが本当のよしまだ見てるのどうやって芸人なの俺が選ぶんや、これあったんや、これラストゲーム、ちなみにラストラスト、そのなんか戦い系がいいんじゃない、みんなでいい、戦い系だこれ、色味られて、これはもうボール玉乗りでもうここだけ付け合う。1位誰だっけ、1位今とこ俺かな多分、この玉乗りできてるだけでもすごいね、まあ普通に普通に押してたよ、よしよし、おっしゃ、これ2倍でしょ、かけてんのかこれ、え、2倍とかあったっけ、あんまり、ちょっと待って、これボコボコしてんねや、これグランド整備が行き届いてない、落ち着いてくれ、ちょっと待って、これ何ボコボコしてる、危ない、そういうことか、グランド整備ってあ、これボコボコしてる、右まで真ん中におったら勝てる、右まで真ん中におったらみんながボコボコやってくれて、治療してくれるの、真ん中に、俺も勝ちすぎだ、危ない、待って、戦いから離れるっていうのもありやな、危ない、危ない外回りで、おお、なんやねん、勝負せえや、なんやねん、落ちるとこやじゃん、散歩して終わった、2人で切るのや、西島さん、もうええ加減してよ、うわこれはちょっと一度あるやんやけど、なんかボーナスみたいなあったっけ、ないです、目の前がもう自分が1位やからってなんかこっちに希望持たせ、やめてください、じゃそんなつもりで言ってないこれは悪いようでしょう、これはね優勝したのは、おぉー、マリオなんや、伊藤さん最後戦えや、もう絶対、おぉ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 、149枚、でもオリオンさんも2位ですね、あ、うまい、結構でもミニゲームも結構バラバラっすね、あー、みんな強いっすよ、確かにね、均等に、うん、面白い、いやー、見たいっす、みんな楽しそう、これ楽しそう、ね、ヘイホーとかみんな、確かにヘイホー楽しそうなの嬉しいですね嬉しいよ、あんまりない、ヘイホーが、まあ、確かにヘイホーの笑顔あいつあんまりだって駒のように働いてるだけやから、じゃあちょっとフリープレイしましょうか、本番本番とかあるんや、でこれはもう好きなやつ、あ、なるほど、はい、おもろいと思ったらもう一回連チャンできるやつ、なるほど、めっちゃいいやん、そんな感じかってうわすごい、あるよ、いっぱいあるよ、あるんで、これは目が悪くなる、これはダメだ、これはダメだわ、これはダメだわ、これは着眼っておかしい、緑のやついくか、よくない、目に優しいやつ、目に優しいやつ、この中でオリジナル、クッパ、クッパ100面相は、あ、やりたいやつあります、クッパ100面相は、何だ、これいきましょうか、これ好きやね、これ真ん中のお手本のクッパに、あ、なるほど、合わせてクッパ面白いのこれ、じゃおっさんや、背中の顔かな、クッパの顔、これ見てみろ、これおもろいね、これで、ここ押しながら移動したら引っ張る、あ、なるほど、そう、これテーマな、自分のキャラクターのテーマ、え、なんでこれ、そこ別に思うの、あ、なるほど、こうか、クッパ、これ見て、クッパがこれ下膨れのさ、下膨れ、クッパがほら、クッパの顔、これ練習やから、そんなやらんで、確かに全員の真剣再現してたけど、これおもろい、これつまめるとこ、これおもろない、おもろない、おもろない、ほら全然もないって、大体分かったわ、今変わったとこが、変わったとこ大体分かった、なるほど、ね、そういうのを見とくんや、そういう見方ね、なるほどね、そこまではできるんや、俺できるんや、うん、もうちょっとやな、ちょっと待ってくれ、え、これ上の歯どうやって隠すん、教えてもらおう、教えて、絶対に最低の会話や教えてあげましょう、これやおもろ、え、これ完璧じゃん、うわー、ちょっと行き過ぎた、歯の見えてる数がだってみんな違うもん、よっしゃー
おっしゃー俺も全員行く100点満点これちょっと100目指します。確かに何回かやろほんまに。これいけそうやもんね。やっぱいけそうなのがおもろいねんなこれ。じゃあ何やねんこれ。大体終わった。クッパなほんまにクッパかこれ。あちょっと待って、なんで目が隠れた。何個またするんすか。えもうこれ出来上がるじゃんこれ。まさかそんなわけですか。はい決まってるでしょ。はい。あ出来上がった。このクッパ顔が守んないな。うわえどこが、え俺これどこが悪い。あゴム来た100本。えこれだ。ちょっと結構口開いとんな下顎。あと、わぁこれちょっと上げすぎてる。あぁちょっとえ、見守り使わへんもん俺だって。俺らのちょっと歪ん、うわ、歪んだ。よっしゃ強いな、お前。強いな、強いな。ずっと強いな。俺、黄金の桜田村みたいになったらちょっと、右下。歪んでるけど。歪んでるけど。ちょっとやっぱ歪んでる。じゃ何が間違ってるかと教えてほしいよ、最後。確かにな。これ、これ100あんの。100無理やん。90で全然やもんな。今、顎動いた。協力なし。なし。なしな。その俺は違う。聴力検査とかもなんか答え教えてくれないじゃないですか。わかります？なんかピーって音鳴ったらボタン押してくださいって言って押したはいいけど、結局俺が聞いた音は何やったんやっていう。もうちょっとゆっくり。あれと一緒や。ちょっとそのみんな好きなこと喋りすぎですよ。なんでクッパ100名それ聴力検査で。ちょっと待って、もうちょっと膨れてる。あ、待って、行き過ぎる。絶対無理だ。あ、無理だ。あ、ごめん、ごめん、もう。あ、もう全然無理だ。これ、ミークだわ、これ。これ、むずいわ。これさ、え、これ、マジ、もう。よっしゃー狭い。得意すぎる。しかも、急に今まで行ったら、最後の最後で上がってる。すぎるやろ。すごいな。じゃあ、ちょっと次のやつ行きましょうか。あむずいちょっとな、遊びが効きすぎるな。ちょっとなんていうの、もうちょっとゆっくり動いてほしかった。じゃあ山竹さんもなんかこのこれってのがあれば、なんかどういう系がやりたいとか。あーなんかフリップ早めフリップ早めフリップ早め捨てボックス入れ捨てボックス入れ。山口だけめっちゃ笑ってくれた。フリップ4人で同時に同じ条件で戦えるやつ。なるほどね。戦う系離れ兵法とかは。それこそあこれいきますか。あこれな、これはもうほんまに名作や。あこれもあんの。あそうなの。ちょっとなんでちょっとじゃあ、とりあえずこれからいきましょうか。これはもうほんまに旗揚げです。はい、ある、あるで、はい、どっち側でどっち側フェイントが出てきたりするの。これ、何ワイオの断末魔怖すぎるやつな。あ、そうなの。 L 右が L ね、当時のままやったら。よしよ。あ、これ右と左をなんか色を変えて、あ、あんまりやわ。やってくれてるのは嬉しいな。これ6円やったら、うーっていうね。お互い会話しましょう。おのおのが、Lが赤だ。でも今リオンの言ってることめっちゃ思い出した。いや、本当の時。あ、思い出した。そう、6の時はよ。あ、そんなんやった。なんで？ちょ、待てよ、お前ら集中させてくれや。なんで今フェイントされたんやけど。あったあった。うわー。うわー。確かに懐かしい。谷口さん、懐かしいよ。中に、おのおので話してくださ。口々に末がいただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。やってもだー。やってもてんなー。うーん、はい、待ってきたよ。うわー、危なっ。危ねえ。そんなんやるっていうのは教えておいてほしかったな。危ねえ。これでも最高記録とか出やんもんな。これ終わりあんのかな。なんか何回行ったとこの最高記録ないやろ。いや結局こいつピッピッてやるだけの一辺倒やん。フェイク、ほらピッピッてやってそっから上げたんや。なんやこれ、慣れやん。これ慣れこれ慣れうっさいなぁ、お前スピードが完全やん。やったぁ。何やこれ、慣れやん。慣れやん。こんなんうっさいやん。こいつうっさいなぁ。余裕やん。そのさ、そのフェイントやるとかさ、言ってよ。あんた暇なんか知らんけど。確かにね、もう一回、絶対上手くないとか。2個あげるときないんでしょ、だってこれ。ないない、どうしようない。ほら、だってそれを分かってたらさ、俺も間違えることはなかったわ。確かにね、初見じゃ厳しいかもな。2個あげられたから2個押したら、なんか俺間違えたみたいな。じゃあもういけるでしょ。もういけるな。1個待ちゃいいねん、こいつのやってるの。大体のゲーム何やろ。ほら、1個待ちゃいいねん。何やこれ、何やこれ。1個待ちゃいいよな、これ。1個間違えるやろ、ほら。これ1個待ちゃいいよ、ほら。
ほら、ほら一個まではいいな、慣れやん、こんなほらスピードじゃないんやもん、これちゃんと上げれたかどうかやろ、ほらピッピッてやるで、ほらやったほら、なんでやねこれ、もうええわ、慣れてこのゲーム、もう、あ、分かった分かった、ほら、ほらお前のやりたいこと分かった、ほら、ほらほら、ほんまや一個まではいいもんな、分かった、はいはい残念でした僕らも配信見てる人もうずっとこれですわ、これや、僕ら間違えることないですピッピッてやるんでしょ、はい、一生ハート上げてるピッてだから1個待ったらいいねんな、ほら1個待ったら誰でもいいもんな、1個待ったらいいの、ほらほら1個待ったら大丈夫やほらだからもう切られることないもんさ、そんなん切られたら、これでタイムが遅かったやつ切られるっていうルールがあるんやったら、わぁわぁほら、お前バカやな、お前一個待つだけやし、こんなの下げ切るから、こいつ一個待つだけ一個待つだけでクリアできるもんな、これもう一個、ほんまに一個待つだけやから思んないって、いや、知らんよ、こいつの癖やから、ほら思んないって、終わってくれってほらな、もうええ、もうええええー、嘘やん一個待ってちゃって判定早いわ、いや、一個待ちすぎや、判定早いわ、お前ちょっと今までの感じでやれや、お一個待ちすぎだよ、はい、当てんなって待ちなかったもん、あー、楽しみ、何やねうるさいな、確かに横にずっとうるさいね、ずっとだって、ほんまそうやろ、一個待ちすぎやろ、このゲームほんま、おもんないで、大体大体分かった、もうハッと上げるゲームちゃうもんな、一個待つだけのゲームやんな、一個待つだけのゲームやん、一個待つだけのゲームやん、もう分かった分かった、もうこれ2回でやる必要ないわ、もうやる必要ないですか、あー、おしおし、もう自分もやった、もう読めないやつやろ、読めないやつ、まあ読めた、もう読めた、読めた、読めへんやつ、申し訳ないけど読めたわ読めたんか、読めたらしゃあないですね、読めないやつ頼むわ、読めないやつ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 、まあどうしよう、じゃあこれチョロプーのリベンジ、あ、チョロプーも知らんし、ブロッコリー見つからないよ、モグラ叩きみたいなやつで、あ、オッケーオッケー、出てる間こうね、自分でカーソル合わせて穴のどういうこと、どういうこと、自分のカーソル合わせてここってとこで長押ししてください、ほんなら出てるんで、で、出過ぎたらチョロッコ叩かれるんですよ、え、何がで、長く出てたら何か顔を出してる時間が、トータル顔を出してる時間が長かったやつが、あ、なるほど、あ、これ誰かの色と見間違いそうやな、そうですね、あ、読めそう、もう読めそう、これは何読んでる、もう読める、読める、読めるぞ、オッケー、大丈夫、もう、オッケー、すぐ読むからな、オッケー、すぐ読んでるやつ、ゲームの仕組みみたいな、読めるか、読めん、こいつ読めずに楽しんでくれ、オッケー、頼む、ました、マリオパーティーそんな深くないから、じゃあ、じゃあ、モグラの動き読めんじゃん、これはい、ダミスター、あ、終わり、じゃあ、まだまだ、何回でも、あー、でも、読めかけやわ、あ、やからな、読めそう、読めそうですね、読めた、え、嘘でしょ、うん、読めた、これだ、ちょっと、お前、結果で、ね、示す、あ、同じ人、どこ今、あー、やばいやばいやばい、どこで、誰誰、うわ、ワリオや、わー、そう、これ読まれへんわこれ読まれへんわ、まだ読めへん、もう一回やろう、もう一回ね、もう一回、まだ読めへん、ちょっと読め、読めそう、読めそう、なんで読むまで読めこれ読めそう、読めへんって言ってええやん、じゃあ読めへん、読めたらいいよ、あ、もうそのゲームの仕組み読めたらすぐ読めるやん、読めるまでね、いや、モグラの動きめっちゃ読めそうやねんな、あ、そうか、出てるところでは出れへんの、そう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 、あ、そういうこと、誰かがすでに出てたらもう出られへんぞ、どこどこどこ、このモグラの顔の向きをまず見て、ほら叩いてるやろ、俺もうこれもう絶対無双やん、ほらで、これで右行ってあ、じゃあ今ワリオこっち、あ、読むな読むな読むな単純楽しめ、読まずに、え、待って、チョロプー俺のこと見えてたから今、おっしゃ17秒、オッケー、これ読めへんな、これ読めない、順番とかないっすもんね、確かにね、これあるやん、いや、いいゲーム、いいゲーム、順番ないかな、これいいゲームです、いいゲーム、いいゲーム、いいゲーム、読みたちょっとだから、バグチェックみたいな感じですもんちょっと読みたいな、読めるか読めないかっていうね、あ、じゃあこれ読めそう、これ読まれへんぞ、ペンキやで、だって読めない、読めない、これ読まれへん、これだって
ち動きあるやろ絶対。俺はペンギンこっちからブワーってくるんで避けて、最後まで避けてください。避けるってことは絶対ないやん。これ絶対これあるわ。これはドンキーがでかいからスクリとかない。これ、まあ、一応ないと思いますよ。で左で落とされたら、あ、でもこれでも、もう大丈夫や俺。え、もうもうやめて。ほんまやんで大丈夫。完全にほんまやらんで大丈夫。橋は橋はもう落ちるわ。逆に落ちるわ。逆に落ちとくわ。逆に落ちとくわ。読めたんだ。もう読めた。やる必要ない。完全に大丈夫。こういうことでしょ。だってこうやってやって、まあそう、避けて、そうそうそう、ペンギンがね、ある程度ね、これで、ね、ある程度ね、フィジカルで勝てるんですよ。だから、前に寄ったら、ほら、もう前に寄ったらいい。これもう、わかった、読めた、読めた、ほら、もうこうなった時に、違う、みんなギリギリで降りすぎやって、もっと右側に来て、ほら、ドンキ見て、ドンキ見て、どこ、あ、やばい、呼んだ完全に呼んだやん。もうこれやん。これだ。どういう仕組みなんすか。仕組み俺は分からへん。いやこれ両サイドに落ちることはないから、とりあえず右に、俺右って、はい、右のもう斜め上か、斜め左上か右上か、もう押すだけ。でも両落ちるで。そう、落ちる。両下、上下も落ちますよ。あ、そうなんや。じゃあそれはちょっと予想外やな。でもまあ俺は絶対落ちるよ。あの、落ちることはないわ。落ちることない。もうほら、前に落ちないねんな。ロゼット、ほらみんな前を追って。そう、俺やここキープしといたらいいや。左右に動くだけ。もう左右に動くだけ。あ、やばい。で、こうなったらほら、半分ぐらいで隙間どうせ作ってくれるから、ペンギンが。違う。ほら、これで、ね、ほら、あ、待って、これ半分ぐらいでスペース作ってくれるんだよ。あ、待って、半分ぐらいでスペースほら作ってくれるから。やばい、あー、まあ、やばい、ほら、まあ、見てみ、ほらな、これはじゃあちょっとつまんないっす。もう読めたらつまんない。読めたらつまらんすね。これ作ったやつがわかるよな。制作者の癖と言われるわけね。担当ペンギンとさっきのやつは一緒なんやな。甘いなあ。なるほどね。意図がわかんねえ。じゃあどうしましょうか。次読めへんやつな。じゃあ、あ、バッティング見ましょう。いいね、バッティング野球好き。これこそ難しいよ。これ難しい。野球なんか読み合いやもんな。これも結構いろんな球がスローボール、をタイミングよくこう打っていくっていう。あ、これ難しいな。はい、そもそもが難しいやん。そうです。これおもろいやん。これちょっと待って、そもそもが難しいって。え、2個とか飛んでくるよ。そう、あれ打ったら2ポイントかな。あ、ちょっと待って、1個も打て、あれ1個も打ててこれ打てんの。え、本物の普通、ちょっと待って、分かった。うわ、あ、こっからみんなこっからタイミング合わせてもしゃあないや。こんなん振っとけ、振っとけ、当たるから。お前振っとけ、当たる。ほらな、2回に1回は当たるから、どうせな。ちょ、待ってくれよ。はや、むずっ。こんなん普通にやって振ってもしゃあない。普通にやった方が楽しいから。当たっただけでいいんか。ファールでもいいんか。ファールでもいい。これ、うわ、こんなむずかったっけ。あ、これ全然楽しない。全然楽しない。読めへんから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 。ただのわがままや。読めへんから。楽しない。読めへんから楽しない。ああ、もう。痛いな、親指の。いやー、面白い。じゃあ、どうしましょう。あ、この協力もあんのかやから。あ、あります、あります。まあ、2もあるし。協力もやってますか。協力いきましょうか。1322ね。ほんならもうじゃあ完全もう全てのゲームでお任せいきますか。あ、なるほどね。よいしょ。うわ、出た、読めるやつや。もうええわ。俺買ってまうで。もうええって。買ってまうで。違う。もうみんなが下手やからな。もうええ。俺は読めてないからね。そら、読めやんねんな。そう、いや、ここ読められへんねん、こんなん。確かに俺らは読みたいな。読みたい、俺は読みたい。読みたい、読みたい。読みたい、読みたい。
ちなみに真剣にやりすぎなんですよ、これとにかく残るっていうことだけ、はい、最終目的は残るっていうことだけ考えて、とりあえず右に行く、はい、で、はい、押し出されたら左右に動くだけ、はい、とにかくついてきて、そうそうそう、あ、じゃあドンキーについていきましょう、ドンキーについていきましょう、全員生き残れるはずやから、とにかく、とにかく、なんか詰まったら隙間を見つけてこう左右に動くだけ、はい、で、あともう前前前前前前、ずっと前、ずっと前ね、ずっと前ね、じゃあみんな押されてる押されてる、もっと寄ってよって、もっと寄って、これもっと寄って、はいはい、やばい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 、ごめん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 、ちょっと何してんの、あやばい、やばい、分かったかも、本音分かったかも、本音分かったかも、いや今何を掴んだ、本音分かって言われたかもしれない、完全にマークされたわ今、あ、ペンギン側やもう、あいつ分かってるわって、あいつ分かってるから、言われてるかって言われたわこれ。あ、でも分かったわ、分かりました、なんかもう前まで行ったら横だけや、そうそうそう、前だけ行って、前に行こうとせんでいいんか、これ苦手やねん、美術みたいな、これはな、読むとかじゃない美術やからな、そんな絵を描くとか、ちょっと待って、ほんでこれはどこを描いたらいいの、鎖はいらんと思う、鎖はいらないですよ、描くなよ、じゃあ牙むずいんで、描くなよ、えぇ、ー、文句を描くなよ、描くなよ、じゃあほら、フリップやってるやるやつだけ描いといたらいいやんか、あ、もう、あ、わかった、ちょっと待って、今これ俺読めた読めた読めた、これ書いてるはずよ、これ書いてる、これ何これ、じゃあこれ、あの、じゃあほんまに言うときましょうか、これで、ね、左側より右側の簡単じゃないですか、はい、で、ネックって折り返したときに、はい、自分のキャラクターで見えなくなるっていうのがあるんですよ、だから、まず左側から攻めていくっていう、あ、見えるからね、見えるところで、こうやっていくことによって絶対後半が楽になる、なるほど、これは完全に読めた、それは確かにそうかもしれない、ね、じゃあポイント絶対もう1位や、山田さん、そりゃそうやろでもだって俺あとこう描くだけ、なるほどな、ほらほらほら、はぁー、オッケー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 、ビジネス入って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 これはコントローラーかないや、これはもうシャーンでもこれはもう能力、あ、能力、確かにね、経験もまだないから、能と多能のなんかあれなんで、へぇー、あ、じゃあ一応また次行きますよ、うん、次行こう、あ、これですね、これ懐かしい、これ何やったっけ、これマリパー3とかだったんちゃうかな、これ64でありましたね、2か、はい、これ何、これはね、なんかスティックの角度っていうか、あんまりね、なんかスピード出しすぎたらクルクルクルするんですよ、ちょうどいい、まだ塩梅で、これ多分、これ多分さ、子供の時にやったけどさ、誰もやり方分かってなかった、多分そうですね、確かにコツはな、なんか上手いやつおったけど、上手いやつも多分やり方分かってない、煙の感じ、オッケー、これも読めそうっすけどね、結構でも今掴んだかも、あ、マジっすか、うん、じゃあよろしいよろしいね、難しいな、分岐顔でか全員全員ミスだよ、ダサいわ、え、なんで俺のところに掴んだ、あーだね、俺の 1,2,3 逆スティック 1,2,3 逆スティック、わかったそうか、え、これ俺今どれ黄色か、俺変な鍵声やってくれんから、 1,2,3 で逆スティックしたらスピードちょうど、え、待って俺のランク2は何？あ、2周だけってこと？え、ちょっと待って、これどういう意味？え、なんか金のさ、あ、終わった、俺まだ3周しかしてない、ここ1、2、あ、で、一番遅いこれ、だいぶあれこれニューレコードやもん、ね、あ、まあ、ニューレコードや、あ、でも、初めてのプレイやったと思う、あ、じゃあもう一回やりましょう、あ、もう一回やろう、もう一回やろう、これだからカーブの時に、あ、ステージ選んだ、ステージいっぱい、落ち着け落ち着け、これみんなどうやってんの、ちょっと聞き出したい、ちょっと無理法でやぶりた、あ、じゃあこれがちょっと変えられたぞ、もう一回やろう、もう一回やろう、今のっておかしいもんね、そうおかしいおかしい、あ、ちょっとやばい、お前がやるな、お前だけやるな、熱いんだよ、見てる、え、1、え、普通俺ゼロぐらいで、ゼロゼロね、ちょっと待って、もう、なんやねん、どうも、普通に出てけよ、ジャンプしながら出てったりするから変なことなんで、ゼロでここやってる、腹立つわ、あの、クリクリ、あ、皆さん、フルで回してますか、いや、フルはいけ、いや、ちょいちょい緩めたりはしてるけど、あ、やっぱそうだね、ほんまに塩梅、あ、分かった、あ、オッケー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 、下の数字を見た方がいいわ、マックスで出てくれてるわ、あ、ほんまや、ほんまや、ほんまや、やめた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 めっちゃ冷静やん、ほんまや、マジで読んでるやん、でも3周しかしてないわ、お前めっちゃ冷静やん、あ、ニューレコードよっしゃ、よっしゃ、え、ほんまや、ほんまに読んでるやん、今マックス出てたよね、出てた、ほんまや、3周しかしてない、4周しか行ったことないやんけど、
これマリパ2でしょ、もう多分15年ぐらいやってるけど初めて、そんな知らんかった、マックスがあったんや、ほらステージ並べますよ、ほんまや、ちょ、いっちゃん、いっちゃん、いっちゃん、そんな終わってない、いっちゃんムーザーやついきましょう、あ、なるほどね、わ、そのマックスでかいな、じゃあマックスになったら一回止めなぐらいの方がいいから演奏するんやな、でもこれ、だから矢印の方向に進んでるんですよね、はい、あ、ちょっと重要だ、あ、ちょっとごめんなさい、あわわわ、みんながあわわわってなったらもうさ、そうそうそう、それはね、一人言ってる、虚しいわ、いや、申し訳やんけ、おお、これだけだと止まってください、待て、マックス、あ、待て、マックス、すぐマックスなるんだ、これ割とね、より、あ、だからもう今マックス、わかった、違う、え、あの、マックス、まっすぐのところでマックスでも大丈夫や、全然、あー、カーブじゃないから、マックスにマックスやったらあかんのちゃう、ほんま、ほんま、ほんま、言ってる意味全然分かいや、ほんま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 、なるほどね、ほんま、すげえ分かってきた、すごい、すごい、すごい、やめた、やめた、やめてきた、ほんま、ほんま、あー、なるほど、あー、大丈夫だ、言ってる意味全然分かんないけどどういうこと、はい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 、待って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 、なるほどなるほど、えー、何のことした、待って待って待って、事故って今、玉突き事故されました、嘘でしょ、マジで飛ばされました、事故るやつ、え、これ事故んの、え、これ事故だってみんなレールあるな、レールの上行ってんねこれ、弾けて飛ばされました今、何飛ばしたな、トランプなりましたよ、何だ、飛ばしたな今、今え、だってこれみんなレールの上でしょ、まあだか次のあれかな、レールこれ真ん中ぐらいで僕おらんくなりました、だってみんな各々が事故だから、この右のやつだからレールがあるから、うん、これこの時に事故るわけ、あ、まだかこれか、事故るわけがない、え、俺一生懸命やってたんで、あ、まだ2周目ぐらいだ、これでも結局僕2周で最後の周やから、そうですね、弾き飛ばしてゴールみたいにされました、この次それは良くないんじゃないか、まだ誰も被ってない、この次、この次、この次、ここや、被ってない、この辺か、この辺か、これかいや、人がさ、勝手に一人でスリップしてるところでさ、後ろから邪魔だろうっていうのはなしやって、めちゃくちゃ撮ってる、撮れたな、もう立つからへん、もう、だって空の上やで、これ天候でやってるもう立つからへん、もう立つからへん、絶対立つからへん、うわ、ここむずそう、え、さっきとコース違うんや、はい、あ、確かにちょっと掴んだ、いや、うん、あ、でも結構こいつらさ、ケツがフリフリってなるんだ、フリフリってなったら危ないってことだねほら、ケツがフリフリってなったらマックスなんでしょ、そういう人と同じに見えてないですけどそういうことだよね、これフリフリってなったらさ、そういうこと、そういうこと、危ないってことや、フリフリが危ないんだってほら、俺結構早い、わ、待って、バカ野郎、嘘、今のってなるんだ、あ、待って、フリフリってなってる、フリフリってなってる、え、どう、え、誰、うわ、1よ、しゃー、ほら、ほらな、すげえ掴んだわこれ完全に、これ読んだ読んだ、かなりレベル高なってきてんじゃん、確かにみんなねえ疲れた、その状態でちょっともう一回最初のステージ、最初確かにね、最初スタートで決まるな、結構スタートのフリフリってなったらもう結構スムーズね、まあ確かにね、それは遅いぐらいでいいんちゃう、おーみんなスタートもらってる、俺が1位や今、ほら俺が1位や、あー待ってもうダメなんだこれ、あー終わったー、あ待って、あ、でもリオも…あー終わったもうフリフリ待ちっすもんね、そうやな、1位のフリフリ待ちだもんな、これが誰、あ、ちょ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 、俺もういらんところ、うわ、ちょっと待って誰、あ、1位割り、うん、うわー、ワニレコードや、やったら、え、1回でもスリップしました、1回もしない、今の、あー、それや、もうちょっと20秒切りたいっすね、確かにね、スリップしたら終わりなんや、終わり、スリップしたらもう、もうやめよ、もうやめ、やめる、やめる、終わりや、スリップするってちょっと20秒いきましょう、オッケー、これでも一回もゴールしてないねんな、それやばい、あんだけ喋ってる、20秒切るのだいぶ難しいで、これでも一回フリフリってなったからもう終わりなんだ、あー終わった、あー、これフリフリの隣行ったら一緒に滑る、いやそれはないと、ないんかな、あー終わった、俺まだゼロか、大丈夫、頑張れ、これはむずいな、うわこれ出したいな、え、なんで俺こんな早いん今、ちょっと待って、なんか、なんかが起こってる、 あかんか、なんかが起こった今、わー、23か、23、あ、いいの、え、あ、23、あ、ニューレコード一応、途中めっちゃ早かった、俺だって一回スリップしたのに一緒やったで、ゴールスロー、追いつけ追いつけ、自分にも、それ自分にもあんの、あ、あ、じゃあ別のやつ、次は、あ、あ、これ飛ばしたいね、あ、これいいっすね、あ、なんすか、これはぴょんぴょんジャンプ、ボールでぴょんぴょんして、お前落とし合いですわ、あ、なるほど、戦いや、ちょっと待って、大ジャンプ、タイミングよくこうしたらぴょーってジャンプして回転で、回転で相手をぶっ飛ばして落とす、回転、あ、オッケーオッケーオッケ
だから着地の時にボイーンって感じですね。ウッディウッドペッカーみたいな笑いですよ。いや、はぁ聞いたことないぞ、俺でも一瞬落ちてったから。はい、スタートしてや。面白い、面白いな、これ床もなくなってくるんだよね。そうなんやな。まだ、誰ゲストまだこれ今回転してもあんま意味ないって。まあそうやな。これ、あの床がなくなってきた時よな。あーあー待って、危ないって、お前バカ、お前。あーあー今、相打ちしてない。今、相打ちしたら。あ、やばい。今、相打ちしてた。なあ、そう、もう一回もう一回。いや、地面の傷までです、ちゃんと。え、ほんまに似てないやろ。ちょちょ、再現ちゃう。いや、何になってない。何マジで違うこと。違う違う。地面の傷。地面からほらさ、傷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 が入ってるわ。やば。え、どういうこと？傷が入ってる。いや、ここでいろんな人が戦って。戦ってたね、あれよ、証しよ。え、同じブロック使ってるもん。そう、そう。過去のやつも。そうだね。一回落ちたけど、一回落ちて拾って。いや、すごいなこれ。めっちゃジャンプした。ジャンプしてる。ああ、ま、お、まず今落ちかけのやつだ。最悪や。いましたか今。誰について笑ってるか分からへんねん。よかった、お前なんか騒がしいみたいな。嬉しいわ。こっちの方が喜んでくれて嬉しい。なんかよかったな、お前。今日楽しい、すごく楽しい。楽しい、よかった。落ちるんや、今。何に笑ったか分からへんもん。ちょうど地面と一緒に落ちちゃったんだ。なんか幸せやわ。自分が地面と一緒に落ちちゃった。地面と一緒にあると思った地面がなくなったんで。まあ多分そういうゲームなんでしょうけど、それが新鮮でさ。じゃあそうだな、日常あると思ったところがないなんかないじゃない。あったはずやもんな、それは。そう、絶対あったし、計算上はあるはずなんですよ。計算して計算して、あうわもうええよ、お前。もうええって、なんで落ちるほど正しいね、お前。強いな、強いな、本当に。本当に強いな。俺落ちとるやん、これ。落ちてるやん、今落ちてるで、今厳しすぎやって。あー、面白い。なんで大変ねん、あー、面白い、面白い、面白い。え、こんな楽しい時間は永遠に続くの。これ、なんだ、これ。ただ、ちょっと待って、また落ちる、ほんで、また落ちる系やね。なんだ、また落ちる系や。永遠ではないよ、終わりはある、終わりはある、終わりは終わりでって言ってくれるんですね。終わりでちゃんと言うから、それまでは存分に頼まないことになりました。はいはい。お前今日寝れるの？寝れへんのんじゃ、お前。かもしれない、楽しすぎて、こんなに楽しいことになるから。帰って寂しがって泣くんちゃう。これはもう数字がカウントダウンでゼロになったらバーンって開くんすよ。あ、ゼロにおったらあかんの。そうそうそう。って何で、邪魔できるというか、なおかつその中でこうサバイバルで戦っていく感じ。ジャンプキックもできますし、キックもできるし、そう、パンチだ、ゼロの方に飛んでけみたいな相手をね、か場外か、はい、これ難しいですね。ジャンプキックなんかこれ。また落ちれるぞ。落ちれる。いっぱい落ちれるからな、これ。あ、マジで、お前。俺かな？うわうわ。ちょっと待って。よしよしよし。危ない！ちょっと待って。マジこれ。危ない！うわ！カウント多いな、多いな。あ、これちゃんと4、3、2、1、0、そうそうそう。おい！これおもろい。おもろい。これおもろいわ。オッケーオッケー。あ、ハブ、え、なんで、あ、優しいですね。助け出してください。さっきなんで鼻落ちたままやって。落とし一杯やったのに。落とし一杯。もう一回行きましょう。オッケーオッケー。パンチ、これパンチとか必要なんかな。確かに。まあでも、こう、ちょっと相手を寄せれるから。確かに。まあ自分が生きるのに専念するってのも。そんな数字とか見れてます？皆さん。あ、まあこれゼロになるってバーンと。あ、じゃあ5やりましょう。あ、バーン、バーン、ストレス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 。勝ってる、勝った。楽しな。誰も何も何もスカートの裾踏んでました。これは完全に映ったよな。そんな服着てやるからや。そうやろ、服選べや。スニーカー履いてこいって言ったよ。動きやすい服装で、こんな履き慣れた靴とさ、こんなグランドキャニオンみたいなことやってんねんから。あ、待てや、4、ここす4ね、ここ。あ、危ない。
わ、これ苦手や。怖い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 。さあ、あぶない、キュ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 。はちゃはちゃはちゃ、おる。ここは渡さねえぞ、これ。めっちゃ怖いな、これ。実際に。自分が生き残る。あ、キュ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 。やばいやばい。あ、バカ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 バこれも地面の傷リアルやろ。おもろい。どこで傷気にせんすごいな、これ。地面の傷なんかないやろ。これ何、ほら。4とかもとか。でもね、こんだけ気づいてるから、そのうち壊れそう、心配すんだよ。確かに。ちゃんとその、定期的な点検が。メンテナンスやろ。メンテナンス入ってんのかな。あ、あれだ !2 で開いたり。読めるやつや。これ。これも読めとんねん。さっきな。うん。え、どういうこと？ちょっと、いや、本やし、そういうことの意味でってな、びっくりした、俺、とうとう山口にまでスカされたの。唯一なんで、山口さんは絶対スカさんと思ってんの。とうとう山口にまで。対応してもらって。対応します。はい。はい。これ、パンチとかなかったっけ？これない。これないです。もう殴りたなってる。相手を押し出せば楽しくなるからな、これ。じゃないと、だって俺もう負けることないで、これ。あ、ほんまに？ましたよ。あれはだから谷口さん多分押したいんや。あ、ほんますか。だからその試合で、まあそれも一応な、そう押し合いっていうのもあるから。悪いよ、おもんないって、そこなんか一人でなんかバトルせずに。そうか、わかった、これテニスと一緒や。テニス違う、違うこと。違う、それはちゃうやん。それはテニスと一緒ちゃうやん。全然テニスと一緒じゃなかった。テニスと一緒のわけないもんだ。全然違う、僕の全然違う。テニスやと思ってる。負けるともないし、テニスと一緒。全然違うの。どういうこと。全然違うかった。説明してよ、説明してよ。テニスと一緒やと思ってんけど。俺ら全然余裕あるからさ。全然違う。どこにテニス要素が。最悪や。一緒やってんけどな。どういうこと。あ、やばいやばいやばい。オープンで。あ、これテニス。読まれた、読まれた。相手に読まれた。手前の赤となってる。あ、それはだって俺に不利じゃん。でしょ、右端折ったよから。ほら、一緒やない、テニスと。違うって。何、テニスと一緒。テニスとどうしようか。テニスと一緒やねん、これ。ほら。君らうまっ。うまいか。誰がいけんねん、あれ。無理やって。テニスと一緒に。あ、すごいすごい。全然テニスと違うかった。すごいすごい。日本よける遊びやったら。テニスとちゃうて。全然ちゃうかったな。そろそろじゃあ終わりましょうか。確かにな。あ、ほんまですか。最後じゃあちょっと、旗揚げだけしましょう。いや、永遠やって、読めててんか、こんな。読めてる？え、一個待つだけ。めっちゃ巻いてるとか。ちょっと、もう、めちゃくちゃ時間のもさなあかんとか。やらんねんとこんなやらんねん。はいはい。1個待つだけのゲームやから。ワンテンポみんなで待ちましょうね。最初はこんな。そう、最初はいいね。いや、でも最初から待ったりするよ。これ変更の帽子も傷とかリアルやから。傷ないやろ、別に。リアルやる。あー、バカじゃない、お前ら。お前だから1個待つだけやって言うてるやん。楽しないわ。もっとやろうや、みんなで。違う、ほんまさ、おかしいわ、こんなんで終われる。違う、終わった。一個待てって。終わっちゃった。最初の引っ掛けや。最初の引っ掛けや、もう。こいつら楽しないわ。答え言ったやん。一個待たなかったわ。先生、ここテスト出ますよって言いましたよね。一個待って。三人まとめて白あげやがって。赤なるってだから。あれは。お前ら、ほんまアホ。ほんまや読みましたね。全然、お前もう全然、こんだけ読んでんの俺3回しか勝ってないや。全然勝ってないや。ほんだな。はい、ということで悔しいわ。もう終わりですか。楽しかった。楽しかったね。はいはい、大体読めました。もうね、もう終わりまで読めた。もう泣きすぎる。楽しかった。
俺ら。参りましょうみんなで。あ面白い。ちょっとやろう。面白い面白い。面白かったな。いやー面白かった。あーいや最高。疲れた。これ楽しいけど疲れるな。いやまあそうですね。まるまる疲れるわ。ずっと一人で騒いでる。疲れちゃう。疲れちゃう。だってこれはだっていろいろもっともっとやろう。ねあっちがも2年前やからでも許すぞ。そうですね。最新作がこれやったらちょっと怒ってた。あ思いますか。なるほど。あるー。あなるほど。あ最初から出てんじゃん。最新作やってる。なんかもう一個マリオパーティーなかったっけ？古い方。あ古い方。S1 のマリオパーティーあるよな。ああ。いやまだまだ進化できるよ。そう令和4年。これ4年。そこから言うて詰め合わせのやつやから。そうそう。なるほどね。令和に出たマリオパーティー1個あるんだ。なるほどなるほどなるほど。それまた読めへんやつをやっぱり。読めへんやつを読めてまうから。ちょっとそう読めたよ。ちょっと山竹さんがそうチェックしてみましょう。そう読めてまう。これは絶対読めない。それはもう。ああ、面白かった。はい、ということで本日は山竹竹さんと田沢亮さんでした。ありがとうございました。ああ、面白かった。はい、ということで、また来てください。はい、ありがとうございます。まだ来てください。じゃあこっちやったら行っても待てって言ってる。1個待ってから罰ゲームやから1個罰ゲームやから。